パスカル・ピノンはアイスランドのレイキャビク出身の双子の姉妹、アウスズヒルズルとヨフリズル・アウカドッキルによって構成される音楽グループである。2009年14歳の時に友人たちとバンドを結成。バンド名は20世紀初頭のサーカスの総統のパフォーマーパスクアル・ピノンに由来している。バンドは自らの音楽についてシンプルで正直で、 憂鬱と楽観の両方に満ちていて、心を動かし、心の痛みを和らげ、心を温めることができる音楽を作りたいと思っている。と語る。パスカル・ピノンの歌は、英語だけでなく、母国語であるアイスランド語でも歌われている。姉妹は、テガン・アンド・サラ、ビョーク、ジョニ・ミッチェル、シネイド、オコナーの影響を受けている。ヨフリズル・アウカドッキルは、 主に作曲とボーカルを務めているほか、ギター、クラリネット、キーボードの演奏も行う。アウスズヒルズル・アウカドッティルは、主にハーモニーを歌うことやキーボード、ギター、ファゴットの演奏を担当している。ヨーロッパで複数回のライブパフォーマンスを行っている。ほか、中国と日本でもコンサートを行っている。その後は、アイスランド国内を中心に活動を行っており、 2020年3月15日にはアイスランドのホールで COVID-19 の影響で無観客でのパフォーマンスを行った。2009年姉妹はファーストアルバムパスカルピノンをリリース。このアルバムは完全にセルフプロデュースでリリースされた。2010年にドイツのレーベルモアミュージックから再リリースされると音楽メディアオールミュージックによって主曲の一枚と評された。 2013年1月、セカンドアルバム、チュースサムネスをリリース。アルバムは、音楽雑誌、クラッシュから8、10と高い評価を受け、オールミュージックにおいてもライターティーム・センドラから5つ、星中4つ星と高い評価を得た。2013年、ニコ・マーリーは、パスカル・ピノンの音楽を、不思議なほどに、キャッチーと表現し、ニューヨーク・タイムズ誌のデイリーミュージック、マストリストに選出した。 2015年11月、ヨフリズルは彼女らのアルバ、サンデュアを、生々しくてリアルで、ミニマルでちょっとメランコリック、と表現。同アルバムは2016年のリリース後、多くの評論家から高い評価を獲得。ニューノイズマガジンは、サンデュアを2016年のトップ16アルバムに選出した。2020年、彼女らの楽曲、When、I Can't Sleep は、 アップル TV 制作のアニメ、ほら、ここにいるよ、この地球で暮らすためのメモの予告編にて使用された。ヨフリズルは様々な音楽グループやアーティストとも活動しており、アイスランドのエレクトロニックグループでアルサマリスのボーカルも務めている。また、彼女は音楽グループガングリーのメンバーでもあった。その他にも、ラップルクス、ローロアーといったアーティストのプロジェクトにも参加している。 2015年、ヨフリズルは JFDR という名義でソロ活動を開始した。ありがとうございます。